ヤミさん、お疲れ様です。YouTube ハンドルについてのメッセージの方ありがとうございます。動画の方を拝見しまして、私もその特質について確認することができました。はい。そして、ね、今回の話題はですね、あの、社内置き去り事件、事案に関してなんですよ。また昨日ね、繰り返されてはならないニュースが飛び込んできました。というのが、2歳ぐらいの女の子が、まあ、幼稚園に行ったはずだったんだけども、気づかずに、数時間後、9時間後ぐらいに、 まあ、ぐったりというかね、もう衰弱して、品種のところを発見されたということで、もうすでに発見された時に、えー、まあ、救助隊、それから救急隊の、まあ、レポートによるとですね、1時間前までは生きていたみたいな診断だったらしいんですよね。まあ、これについてですけども、なんでこのね、その狭い車の中に置き去りにしたことに気づかないのかなって思っちゃうわけなんですよ。あの、自分の財布やスマホは忘れずに、 持って出ると思うんですよねでこの生命に対するその認識とか大切さってものがかなり失われてるっていうかもう他者に興味を、ね、なくしているそれが家族や我が子に対しても全然モテてないっていうかむしろ他人は自分のために存在しているだから自分ファーストになってしまってるのかなと思うんですよ。でこれって何なんだろうなと思いますよね。でででも片方ではね私こうも思う思んですよ 例えば車内にたった一人ね小さい男の子が女の子がシートにくくりつけられてるとしてそれ心配でで声かかけれるななってことなんですよ、まあ、例えば車がボーンと置いてあってねこう歩いてる時にあれ車の中に全然保護者もいないのになんかしないけど子供が車内で一人でなんかわ泣いてるよもしくはぐったりしてるよって時に「大丈夫か?」とか「車を開けて風邪入れたりとか私たちできますかね?」 これでもいやいや余計なことしたら不審者扱いされてやばいから気づかないふりをしようっていう風になっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。でよく最近はね昔みたいに近所ではあのガミガミおやじがいなくなったとかねおせっかいばあちゃんがいなくなったとかねおせっかいおばさんとかでこれお見合いの写真なんだけどって突きつけてくる人っていなくなったって言いますけどもそれいなくならしたのは誰なんですかってことだと思うんですよ。で要するに あのお見合いのね写真を持ってくるような近所のおばちゃんをうっとしがったりとかねそれから近所でガミガミ親父がいなくなったことを嘆くのはいいけどもでもガガミガミ親父にななるるよような私たちは役割を今持ってるわけですよねで自分ではね全然こう他人事を客観的に地域を俯瞰して見ている割にはその地域に自分がいるってことをもう完全に忘れてるっていうかね。 自分の正義感はここにあるんだけどもでも今の世の中は冷たいよねとか人間関係が薄くなってるよねって言ってけど薄くしてるのは誰なんですかってことですよね。そ、まあ、そももも社会がどんんだけけ人間関係に疎疎くくななななっても自分が疎くなければ全然問題ない話なんですよでそう考えていくといろいろと思うことがあるんですけども少なくとも我が子が生命の危機にさらされている時そしてそれを自分のうっかりがやってしまったってことに対してどのぐらいの恐怖を感じるのかなと。 で幼稚園に行ったと思っていたとかね、うん、だからこの短絡的な勘違いこういった抵抗できない小さな命に対して、うん、何かそれ以上に大切なことがあったんだろうかと思うんですよ、うん、私はだからねこれこそがまさに危機だと思うんですよね他者に無関心と言いますか他者でもないですよねもう自分に直接関わる生命なわけですよ、うん、なんかその憤りを私もね 隠しきれないというか何なんでしょうねこれっていうのはねあの何なんでしょうね本当にね、うん、どうなっちゃったんでしょうね昔からあったんでしょうけどもでもいまだになくならないもんでしょうかね自分に大切な人がいて例えば彼女との初めてのデート 多分忘れないと思うんですよそれ時間に遅れないしあ何月何日は予定入れちゃいけないなと思うはずなんですよね。でそれよりもだから一個の生命子どもの命が軽くなったってことなのかなと。うん、なんかゾッとすることですよねこれはね。自分にはその感覚がないのにあこんな感覚のやつがいるんだと思うとそしてそ,のそういった言ってみればね人手なしと一緒にこの国を共有してると思うと。 まあ平和や豊かさっていうのはそういった人たちに阻まれていつまでたっても来ないんだろうなとうんそんなね恐ろしさを禁じずにはいられないですねはい、えー、ということでね、あのー、いささか生命に関しましては心配性の私が今回の放送をさせていただきました、まあ、あのお亡くなりになった方にはねお悔やみを申し上げるんですけどもお悔やみを申し上げただけではなくてそういった現象を起こしてしまった人には のお恨みを申し上げたいと思いますよね。その亡くなった子供たちに代わって、なん何とも言えないですね本当に。はい、お疲れ様です。